日本ではアニメよりなデザイン、西洋ではリアル思考なデザイン。日本のゲームと西洋のゲームではキャラクターのデザインの方向性にも大きな差がありますよね。ポリコレの影響で海外では美人なキャラクターを登場させるとこれは正しくないと炎上したり、ネットで叩かれたりするそうです。そんな中、海外の投稿サイトにて日本のゲームに登場する日本人キャラクターのデザインと西洋のゲームに登場する日本人キャラクターのデザインの違いについての投稿に大きな注目が集まっていました。日本ゲームのキャラクターの多くは整っていて美形なキャラクターが多いのに対し、西洋ゲームのキャラクターは写実的でリアルなキャラクターが多いけど、健全なゲーマーの君たちはどっちが好みかなという投稿に対し、海外では多くのコメントが寄せられていました。それでは海外の反応をご紹介します。日本と西洋どっちのキャラクターデザインもちゃんと現実的なデザインをしてるのが面白いよね。しかし日本のデザイナーは最高のキャラクターデザイン方法を理解しているようだ。欧米人自身がザ・美女っていう人でなくザ・ノーマルって感じの日本人女性をわざわざ選んでるのかもね。なんでかはわかんないけど、リアルな世界を遊びたいのならゲームを置いて外に出ればいいだけだよ。すぐそこにリアルはあるんだからね。欧米の開発者たちはそもそも何のためにみんながビデオゲームを買って遊んでるのかを忘れてしまっているんだ。ビデオゲームで遊ぶのは現実世界から逃げるためであって、リアルな世界で遊ぶためじゃないんだよ。理想の世界を求めてるだけなんだ。これはゴーストオブツシマに出てくるキャラクターたちだよね。ツシマは本当に素晴らしいゲームだったよ。キャラクターも魅力的でストーリーも申し分ない。ビジュアルはまあ置いといてくれ。西洋ゲームの女性キャラたちを自分はとても美しいと思ってるよ。ゲームのキャラクターデザインは絶対に日本人に任せた方がいい。西洋の開発者がデザインしてもろくなことにならないんだよ。正しさ正しさばかりで。俺の答えはこれだ。ふう。ボイストレ韓国が作ったゲームのキャラクターじゃねえかよ。ミヤマは可愛いんだけどさ。このキャラクターが韓国人であることは分かってるけどさ、まあ言いたいことわかるでしょ。察してくれ。俺は不細工なキャラクターしか作れない欧米のゲーム開発者とこれを良きとして支持する奴らが大嫌いだ。俺の推しを返してくれ。可愛いキャラをめでさせろ。これは間違いなく日本ゲームのキャラクターの方がいい。みんな美女が見たいに決まってる。まあ西洋キャラクターのキャラの方がリアルだっていうのはわかるんだけどさ、別にそういうの求めてないんだよね。リアル度 100% が正しいって言うなら俺はビデオゲームで遊ぶ理由を失うことになるわ。言っちゃあれだけど、西洋ゲームキャラの方に魅力を感じない。どこに感じればいいんだ。俺はゴーストオブツシマが大好きだ。大好きだし続編が待ち遠しいよ。待ち遠しいだけに女性キャラクターのデザインには不満があるんだけどね。可愛いヒロインキャラの一人くらいは出してほしかった。日本のキャラクターデザインこそ至高なり。答えはもちろん東の国だね。つまり日本キャラの方がいい。日本のデザイナーはポリコレポリコレしてないし、歪んだ正しさだけを追い求めるような愚かなことは絶対にしない。魅力的なキャラクターを生み出す天才デザイナーが揃ってるからね。ゴーストオブツシマは神ゲーだし、ツシマを作った開発者はあの時代をより地に足のついたリアルな表現をしていた結果、あのようなデザインに落ち着いたんだと思うよ。まあ俺は日本のキャラクターの方が魅力を感じるけど。いつからだろうな、欧米のゲーム開発者たちが美形のキャラクターをデザインできなくなったのは。日本のゲームは目の保養になるんだよ。西洋のゲームはどこを見てもポリコレ化させられたキャラクターばかりだ。さすがにうんざりしてくるよ。美形キャラを作ると家族が殺されてしまうのかって感じるくらいだわ。職場じゃ美人を拝めることなんて稀なんだからさ、ゲーム上でくらい美人を拝ませてくれよ。日本のキャラクターの方が好きだけどさ、ゴーストオブツシマは顔とか関係なく魅力的なキャラクターが多すぎるんだよな。ビジュアルとかどうでもよくなるくらいゲーム性が神すぎたんだ。自分は常に美しい側の味方だ。リアルであることが正しいばかりじゃないよ。ゲームはファンタジーなもんなんだからさ。西洋の開発者たちは何か大事なものを失ってしまったんだ。ビデオゲームに登場する日本人のキャラクターってどうしてこんなにも魅力的で素晴らしく見えるんだろうな。断然日本のゲームの方がいいに決まってる。過度なポリコレ化で失敗したゲームといえばホライゾン2かな。ホライゾン1の時は賞を取るくらいの神作だったのに、それでも主人公アーロイがモデルの人からブサイク化されてて炎上してたけど、待望のホライゾン2になってからポリコレ化が加速してて急に LGBT 化してた。しかもアーロイのブサイク度が悪化してるし、誰が金を払ってまで美形じゃないキャラ同士のポリコレキスなんて見たくなるんだよ。両方を足して2で割るくらいがいいかな。
古き良きおばちゃんもいいもんだぜ。自分の正直な本音を言うと、ゲームのキャラはセクシーであればセクシーであるだけいい。昔の西洋ゲームはもっと魅力的でセクシーなキャラクターがいた気がする。いたっけ。日本のデザイナーはブサイクの白人キャラを作ろうとしてもかっこよくなってしまうんだよね。不思議だ。魔法でも使ってるのかな。西洋よりアジアの方がデザインセンスが優れてるよね。昔は西洋のキャラクターも良かったけど、今はすこぶる良くない。ゲームだけじゃなくコミックや映画にも言えることだね。これはビデオゲームにこんなリアルなデザインなんて必要だと思うか。俺は思わないね。リアルというのは大抵見にくいものだからさ。みんな別の世界を感じるためにゲームをプレイしているのに、不細工なキャラばっかりじゃテンション下がるわ。どっちも現実的で正しいとは思うけど、自分は美しいと思う方にお金を注ぎたいね。わざわざお金を払ってまで不細工を見る必要なんてないだろう。そんなもの好きはどこにもいないよ。実際日本のデザイナーがデザインしたキャラクターの方が素敵に見えるのはなぜだろうな。俺はゲームのスタイルにキャラクターのデザインが合っていればどっちでもいけるよ。まさか西洋ゲームの画像に映ってるものをキャラクターだなんて言わないよな。実際の日本の女性をただモーションキャプチャーで取り込んでモデリングしただけだと言ってくれ。西洋のこれはデザインじゃない。日本人女性キャラを魅力的に描けるのは日本人のゲーム開発者だけなんだから、西洋の開発者は作らないでほしいよね。クリーチャー以外のキャラデザは日本人にしてもらうようにしよう。そんなこと言ってやらないでおくれよ。欧米のゲーム開発者は美人じゃないキャラクターしか作れないんだ。美人なキャラクターを作ってしまうと脳が破壊されてしまうんだ。しょうがないしょうがない。言いたいことはわかるけど、ゴースト・オブ・ツシマの盗賊の女性キャラはとても魅力的なキャラだよ。内面とかストーリーとかはね。自分は変態で熟女が大好きだから西洋キャラクターをもらっていくぜ。お先。自分は日本のキャラクターは全部同じキャラクターに見えるな。同じキャラの別スキンって感じだ。それに対して西洋のキャラクターは全て個性的で別々のキャラクターに見える。日本のゲームの方は全て10歳くらいの女の子に見えるんだが、気のせいか。日本のキャラはみんな顔を固定しているように見えるんだが、日本のキャラクターの方は光栄テクモゲームスの仁王っていうゲームのキャラだね。日本人のキャラが似てるっていうよりは光栄のキャラだから似てるんだと思うよ。セガの龍が如くシリーズとかは日本人女性キャラクターにかなりの多様性があるし、ゲーム会社によって違うんじゃない。自分がセガやカプコン製女性キャラクターのデザインが好きな理由は、彼らがポリコレを恐れずに女性キャラのルックスを多様化させているからなんだよね。ゲームってリアルと可愛いを両立できないんだよな。悲しいけど西洋ゲームのデザインの美学が超リアルなビジュアルに重きを置いてるのに対し、日本ゲームのデザインは綺麗なファンタジー的要素に重きを置いてるよね。日本には真のゲーム開発者がまだ残っているというのがめちゃくちゃありがたいよ。今の西洋のゲーム開発者みたいに政治的な正しさに重きを置くなんて愚かなことをしないからね。これはアニメや漫画にも言えることだ。いかがでしたか。ポリコレ化していくゲーム業界、この先日本のゲームも西洋のゲームのように美形キャラを作ることが許されなくなる未来が来てしまうのでしょうか。このチャンネルでは海外で話題になっている事柄に対する海外の反応を紹介しています。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。